した時に何をやったかというと、よそのエース4番、FA で取ってきたというリーダーであり、やっぱりね、初心者なのかなと思いますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんだっけ、チャンネル登録と、はい、グッドボタンよろしくお願いします。すいません。はい。さて今回は、はい、何でしょうか。まあ、様々な名将と言われる方々がね、はい、野球界にもいますが、うん、石毛さんの思う名将のちょっとこう定義上げていただきながら、いろいろな。愛ちゃんはどう思う？愛ちゃんその名称の定義はどう思う？まあでも勝ち数、こう名言を残すとか、こうやっぱり後世まで語り継がれるマインドであるとか、何か残したもののある方かなというところはありますが。確かにね、こう名称というその言われるその尺度とかね、ラインがわからないんで、おっしゃる通り。優勝させたらいいのか、聖書を作ったらいいのか、名言残した方がいいのか、非常に難しいところはありますよね。じゃあ勝てた人もたくさんいました、はい、で勝てたっていうところもチーム作りもいろいろあると思うんだよね、はい、うん、例えばドラフトによって、まあ、昔はドラフトなかったけど球団が連れてきた選手をその自前の選手として教育指導して戦力に仕上げて使って勝った監督、はい、あるいはトレードによって、連れてきてチームを作って勝っていったっていう監督もいらっしゃるかもしれないし、はい、うん、非常にまあ難しいとこはあるんだろうけど、まあ、プロ野球という、まあ、興行をするとこで、はい、まあ、監督によって、お客さんがたくさん入ってくれる、ちょっと何年か前の DeNA の中畑先輩みたいにですね、そういった、まあ、着目点もあるのかなって気がするよ。はい、プロ野球というところで勝つことが目的なんで、やっぱり優勝する日本一に何回なったっていうその回数も名称の尺度になっていくでしょう、うん、まあその中でね、何なんだろうな、まあいろんな方がいらっしゃるかもわからない、うん、僕はだから水原さん、三原さんは知らないですね、あの三原マジックおっしゃってます。でいろんな今我々の仲間がその三原さんの本を読んだりして勉強している監督もいらっしゃいます。その三原マジックが何だろうかっていうのは聞くけど、どういうことやったんだろうかなというのは分からないし、知らないものを語れないんで、だから若干読売巨人軍の川上監督は V 期を達成された、はい、うん、で管理野球ドジャース戦法という言葉も耳に入ってきたんで、新しいものを取り入れる、はい、うん、それでまあチーム組織を作っていく、そうやってチームで勝ってきた、 VQ もされた、それは名称に値するのかなと思います、で川上さんからも出された本を読んだこともありますし、はい、あるいは川上さんに、僕が現役の時に来ていただいて、西武ライオンズに来ていただいて講演していただいて、石毛この本を読めっていうふうに言われたこともありましたし、そういう面では僕にとっては素晴らしい出会いと師匠というかね、はい、方だと思っています、はい、でも V 級自体とて王長嶋というスターはいましたんですが、国鉄からカナダさんを引っ張ってくるとか、あるいは他のチームのその主力を取ってきて、チームに入れたとか、いわゆるチームの層を厚くして他のチームの層は薄くなりみたいな、それで勝つこともあったでしょう、でもそれはトータルで見ればある面ではその勝つための手段としては決して間違いじゃないやり方ですよね、はい、うん、そういったなんつうの考え方ひらめきがあるということは名称に値する一つの要因なのかなとは思います、はい、あとは、僕が知ってる中では、阪急の上田さん、はい、いつも真ん中に構えてですね、左右を出すわけですね。今の監督みんなこう隅っこの方にいて映らないようにしてますけど、上田さんはその、戦う集団の中でも一番真ん中にこうちゃんと構えて、
こういう形でこう最後ぐらいですね、投手をアピールした、はい、当然阪急でも勝ってきたし日本ハムでもチーム作りされましたね、うん、で一方西本さん、はい、阪急から今度は近鉄行かれて、近鉄では勝ってたけど日本シリーズで勝てなくて日本一の監督になれなかったっていう悲劇の投手というイメージもありますけど、はい、うん、で次は扇監督ですね、扇さんも何でしょうか、扇マジックという、はい、まあ宮野マジックに似たような、はい、いろんなそのデータを重視した、うん、采配はあったかもわからない、ええ、うん、だけど、まあ、野茂だとか一郎だとか吉井だとか長谷川だとか、まあ、そういう人間を、まあ、メジャーに送り出すという、うん、まあ日本の野球界のスターをアメリカに送って、まあ、日本人を知らしめたというところもいいかもわからないし、はい、あと日本も大沢監督でしたね、はい、親分親分と言ってブランボーメみたいなね、はい、そうやって選手を鼓舞するみたいなね、うん、あるいは相手にこう喧嘩をしていくみたいなね、うん、そういったまあ姿も、うん、印象に残ってます、じゃあ僕がお世話になった広岡達郎監督、はいはい、僕の中においては、僕の知ってる中においては広岡さんが僕の中では名将の一人かなっていう気がしますね、はいはい、うん、で若い時に広島東洋カープのコーチをやらされて、そのコーチ指導の中においてどう指導してもうまくならん、もうダメだこらってサジを投げた、その時に監督の根本さんにまあまあそう言わずにもう少し面倒見てやれやって見たら変わってきたっていう、選手は根気よく指導すれば変わるんだというそこで学びを得た、はい、それを引っ提げて今度ヤクルトに監督呼ばせに行かれて万年 B クラスのヤクルトを優勝させたんですね、日本一にもさせました、うん、でその広岡さんが今度西武ライオンズに来て、開幕12連敗を喫した弱い西武ライオンズをこう立て直していって、いわゆる黄金という黄金期を迎える西武ライオンズを土台を作ってくれた方なんですね、はい、そういう面では弱いチーム行って勝たしたという、弱いチーム行って勝たしたという実績はこれは十二分に名将という称号もいいんではなかろうかなって気がするし、なおかついわゆる我々職人、投げる打つ取る走る、そういった技術を使うスポーツの中でこうすればうまくなりますよ、だからこうしなさい、理論整然と理論理屈を訴えて、なおかつ自らが携帯模写でこうやりなさいっていう示してくれた、その指導能力も高いのかなという、でなんか妥協をしない厳しさも持っているということでいうと、僕の中ではまあ広岡達郎という人が監督として指導者として選手のスキルを上げた、優勝させた、連覇もさせたというところになっていくと、また弱いチーム行ってもどこ行っても勝たしたっていう実績を見ると、やっぱりこう名将にふさわしい方なのかなって気がするんですね、で、野村さん、はい、森さん、はい、当然あのヤクルトで、森さんは西武で、勝たして優勝、はい、日本一を何度もやりました、はい、で、片や森さんは、西武から横浜ですか、はい、行ったけど、まあ、勝てなかった、野村さんはヤクルトで勝ったけど、阪神で勝てなかった、楽天で勝てなかったんですね、だけどこの二方は多分選手人は作ったかなと思うんですね、野村のノートだとか、はい、野球以外の考え方とか、社会人としてのものの見方とか、そんなことを野球を通じて、まあ、そういう選手に伝えて、多分今でもその野村さんの下で働いた選手たちは何らかしらの財産を得てるはずなんですね、これとて、まあ、なかなかできることじゃないんで、名称って忙しいでしょうと、はい、で星野さん、まあ、はい、鉄拳制裁とかなんかって言われてますけど、確かに厳しさもあった、だけどまあ中日では1回かな、次阪神で勝って、つまり楽天で勝ちましたよね、そういう面ではどこ行っても勝ったという実績は残してくれた、なおかつその星野さんを親父とか親分と言って慕る、まあ、後輩たちがたくさんいるということは、はい、まあ、名称にふさわしい方だろうという、
僕の中においてはそのやっぱりこうスキルアップをさせて優勝も経験する、ここたち連覇も大事なんですよね。ここはね、連覇は今ドラフト制度がなってきて戦力で均衡を図っていく中で、そうそう連覇は難しい時代に来てると思うんですよ。そういう時代でも連覇をしていったっていうのが広岡さん、森さんなんでね、この辺は僕のお世話になった広里はもう名所にふさわしい、で ON ですよね、王さん、長嶋さん、これはもう名前がもうすごい人なんで、我々がぐずぐず言うのは本当おかがましいし、いや 今まで出た名前の歴代の監督の方々にも失礼な話なんですけど、王さんと長嶋さんには何でしょうかね、そうそうなんか判断しづらいところあるんですけど、でもミスターは、ね、現役終わってすぐ監督やられて最下位になって、それでなおかつ伊藤キャンプといって静岡県の伊藤で若手を鍛え上げしたんですね。この辺のやっぱりその情熱はあるだろうし、マイナスからのスタートしたからああいうことになった、で一時離れて文化人となって、いろんな外から野球を見てて、結局また復帰した時に何をやったかというと、まあよその、まあ、エース4番 FA で取ってきたという、これもまあ賛否両論あるかも分かりませんけど、チームを勝たせるという、まあ、川上さんじゃないですけど、これもまあありっちゃありだよねみたいな、で名称かどうか分かりませんけど、僕は王さんと大英で2年間一緒にやらせていただきました、で王さんが1995年に大学生の監督になられて、まあ4年くらい B クラスだったんですね。で勝てなかった、で生卵事件もありました。世界の王さんがすごい辛酸をなめて、一番やっぱり厳しい、いろんなこと体験されたと思ってるんですよ。それだけど僕は王さんは名将知将というよりはリーダーというイメージを持つんですよね。で、弱い大英北斗の監督になった、1年目2年目3年目4年目も B クラスだった、途中卵事件もあった、でシーズン4へスタートします、5月6月で負け込んで優勝の2文字が消えます、そうすると選手は優勝を諦めてバラバラになるところがあります、当然若い時王さんもいろんなものを見てくれて結構ありました。だけど僕王さんの偉いとかね、プロ野球チームは優勝することが目的なんだよ、そのために我々やってんだ、それをよっしゃ今年の優勝は目標は優勝です、はい行きましょう、キャンプスタートした4月5月6月勝てなく負け込んで優勝が、優勝の目がなくなりました、だけど王さんは普通のリーダーはこの優勝という旗印を下げてしまうんですが、王さんはずっと掲げていくわけですね、結局終わって B クラスで3年目、王さん目標なんですか、優勝です、王さんまた言ってんの、たまに A クラスとかにしたらって、いやいや優勝ですと、で同じようなシーズンが繰り返される、それでも王貞治監督が下ろさなかったんですね。でいろんな事件がありました。で僕らも間近で見ておりました。でそこにこの王さんにこんな恥をかかしていいのかよみたいな、その人間が僕は国母だと思ってるんですよ。国母で松中、そして城島と、このベテラン中堅若手という野手の軸が、お前らこれでいいんかみたいなとこがあったんですね。それに気づいた、でまあチームに軸ができ始めてきた、で王さんはまた4年目 B クラスだったんですけど優勝という、だリーダーたるもの俺はこうしたいっていうテーマ目標を途中どうなったか下げるんじゃなしに、どんなことがあってもここを上げたものは下げずに選手たちに部下に見れるようにしとくという、そのために歩んでいく姿を率先垂範して見せていくという、このね本来くじけてくしゃってなるようなところを王さんがこうしていったわけですね。この姿に僕はリーダーとしてのあるべき姿をこう見たような気がするんですね。相当なエネルギーがあったはずですよ。それで5年目にようやく、まあ、日本一になっていくんですけどね。だから、僕は王さんには名将知将というよりはリーダーという、素晴らしいリーダーという、
そういうふうに評価して、逆に、まあ、偉そうに言えませんけど、そういうふうに、まあ、見てますけどね。だから本来ならば、やっぱりこう、与えられた戦力で、まあ、当然球団とのフロントとの話し合いの中で、ドラフトでどういう選手を補強する、選手でどういう選手、トレードでどういう選手を取ってくるみたいな、でチームを作って、その与えられた戦力、チーム構成した中で選手を育成して、なおかつ勝てる確実の高い戦術戦略を使っていく、駆使していく、うん、絶対に諦めないという、なんとかなるはずだみたいな、うん、そんなことをやっぱりこう示していく、そして勝利という、花を咲かして、よかったという果実を選手にこう、あるいは球団職員にスタッフに家族にこうちゃんと示してあげれる人が、僕はまあリーダーであり、やっぱり名将中将なのかなと思いますね。まあ当然情熱も熱も、はい、理論も、そうですね、軸も、はい、ぶれない軸も持つ必要もあるでしょうし、はい、だからまあいろんな書物を読んだり、実際ね、何人かの人は僕はお世話になってるし見てきましたから、はい、そういう監督像からいろんなことは、まあ、学ばせていただいたかなと思いますけどね、でも何度も言いますが、僕の中での名称は広岡達郎以外いません、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。